先生、質問です。幼少期からやっておくべき練習方法があれば教えてください。僕自身未だに小さい頃からそして今プロになっても大事にしているのはキャッチボールです。何事も基礎がないと次のステップに行かないので、みんな球が速くなりたいとかいろいろあると思うけど、まずはキャッチボールでしっかり相手の胸に投げるとか、自分の投げる距離はこれくらいかと、まず自分を知るってことが大事だから、キャッチボールをおろそかにせずに一球一球ちゃんとキャッチボールしてください。キャッチボールで意識しているのは、強い球とか速い球投げたがるときにはやっぱりボールと頭が離れちゃうんだけど、なるべく腕は体の近くを通す、頭の近くを通すっていう風に意識すると狙ったとこに行きやすくなるんで、そこはやってみてもいいんじゃないかなと思います。楽しいと思うのが一番なので、キャッチボールを通じて親子の絆だったりコミュニケーションも取れるんで、僕自身も小さい頃から父親と野球をやっていろいろなコミュニケーションを取ることができたので、キャッチボールしながらボールとボールじゃなくて言葉と言葉のキャッチボールもできるといいなと思ってます。ディアルーキー、ルーキー。